はい、それでは過等等について説明します。ある定常状態から別の定常状態への変化時の時間応答を過等現象というふうに言います。例えば回路等においてスイッチのオンからオフに変化させた場合、オフからオンに変化させた場合に過等現象が生じます。この過等現象を評価する方法はいろいろありますので、それについて紹介していきたいと思います。ここで過等現象の各種評価指標を左に示しています。まず最初は立ち上がり時間です。こちらはこの伝達関数にステップ目標値を引加した場合の応答を示しています。この時、立ち上がり時間はケースによりますが 10% から 90% に至るまでの時間を指しています。この時間は短ければ短いほど良いということになります。次にオーバーシュートです。オーバーシュートは制御対象の極とゼロ点の配置関係から生じる場合があります。ここではこのような対象にステップを引加した場合にこのようなオーバーシュートが発生しています。この時オーバーシュート量はこの目標値から行き過ぎた最大値を指しており、この値も小さければ小さいほど良い指標になります。次にアンダーシュートです。アンダーシュートは一旦目標値と逆方向に信号が向かい、その後で目標値に向かっていくといった、そういった現象になります。このアンダーシュートは制御対象に不安定なゼロ点が含まれているようなケースで生じます。このアンダーシュート量も小さければ小さいほど良いということになります。このアンダーシュートが生じるケースと生じないケースもあるということには注意してください。次に制定時間です。制定時間は先ほどの立ち上がり時間と同じ伝達関数で見てみようと思います。ここで制定時間とは、目標値からプラスマイナス 2% やプラスマイナス 5% に収まるまでの時間で、ここではこの時間が制定時間となります。これも短ければ短いほど応答としてはいいということになります。最後に定常偏差です。定常偏差は、定常状態に至った時に目標値からのズレの量を指しています。目標値が今1の場合に、そこから上回ってある場所で定常状態に陥った時、その差を定常偏差と言います。この定常偏差も小さければ小さいほど良いと、そういう指標になっています。過等応答に関する説明は以上になります。